船長、なんで僕たちが普段からチョンイエロ、セクハラ、マシュマロを送りつけていると決めつけるんですか？僕たちは変態じゃありませんよ。最近お二人が妄想したシチューやハマっている癖があったら教えてください。妄想したシチュー、他にはどんな妄想してるの？妄想はでも最近ね、その猫の尻尾が猫の尻尾じゃなかったらみたいな。あ、え、それはオカニャンの、うん、穴ですか？いや、もう穴の話はやばいですよ、マリンさん。穴はまずいか。うん、もうなんだろう、まあそういうなんか妄想したりする。僕の尻尾が差し込んであるかどうかってこと。でもそういう感じかな。僕の尻尾が尻尾じゃなかったらどんな感じなんだろうって想像することは多いかな、最近。おー、刺さってたらか。うん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 。でもそしたらもうさ、うん、界隈ではさ、オカニャンのそう尻尾引き抜くのが流行るよ。確かに。でもな、オカニャン、それで、あ、でもそうだよね、オカニャンはね、あんまりそういうなんかそっち側はね、あんまりだもんね。まだね、そのあと30年待ってほしい。遠いな。あと30年待ったらなんかこう、うん、いろんな道があると思うんだよね。なるほどね。ですね。マリンはどうですか？インキャプテン、ホーションマリン、アイムホーションマリン、イエーイ、イエーイ。 Thank you.